で、あとゴンガガ村にやってきました。でね、早速ねシスネと会うことができまして、もうねめっちゃテンション上がってるんですけど、あ、ちょっとなんかシスネの後、あ、ついていかないとダメか、あ、そうだ、あ、ごめんなさい、ついてきて。あ、はい。見ての通り静かな村だから面倒は起こさないでね。はい、もう早速会えたの嬉しすぎて。自然が豊かでいいところよ。お客はほとんど来ないけどね。よその人を見たのは久しぶり。シスネ、ゴンガガに移って何年経ってるんやろう。タクス辞めて。ここ慰霊碑か。指黙と黙とかわいい。ありがとう。これ何？うん、3年前ゴンガガマ航路が爆発したんですわ。原因は施設の老朽化です。点検と整備をちゃんとしていれば事故は防げたはずだけどね。死んだ怠慢か。でもこの慰霊碑はシンラが建てたの。へえ、珍しいこともあるもんね。コレルの魔功炉あんなことしたのにな。復興担当者が決まりはったんでしょうね。復興担当者、ね、あなことで。あ、わかった。そういうことね。長旅で疲れたでしょ。魔功炉見学の前に一休みしていったら。ええんですか。あそこが私の家。一応客間もあるから好きに使って。あ、いいよ。んじゃんじゃ、遠慮なく。もうちょっと。私もちょっと行ってくるね。うん。あなたも体は大事にね。あ、フルじゃだからな。あー、そういうことか。復興担当者っていうのが多分ケット氏の正体よなって思った。まああの人だったらやるよなって思うわ。シスネ、そこら辺に生えてるゴンガだけは野生だから取っちゃって平気よ。いいんすか。ミッドガルでは高級品でしょ。私もここに来たのは事故の後なの。ミッドガルと比べたら何もないのにここの方が豊かな気がする。そこら辺に生えてるゴンガだけはミッドガルでは高級品でしょ。ザックスのこと聞きてえ、マジで。さあ、今日は昔の話をしよう。お墓が建ってるね。これもあれか、マコーロの爆発で亡くなった人のお墓ね。ゴンガガマコーロはみんな知っとるね。あ、レッドサティン。キノコ類は見分けが難しい。ゴンガだけに見えても危険な毒キノコの場合もある。私はこの花で簡単に見分けられるが、クラウドはどうかな。よくってどれがゴンガだけかわかるか。え、本物のゴンガだけを選ぼう。え、真ん中のキノコ、右のキノコ、左のキノコ。なんかあんま見てなかったな。右、これ右だ。当たりだ。あ、やった。本物は香りが違う。やった。あ、そっか、ここであれか、また好感度イベントが始まるのだな。ちょっと他のメンバーも探そう。あ、ティファがいる。なんだこれ、何干してんだこれは。柿じゃない。ああやってキノコを干すとね、キノコか、いい出汁が取れるんだよ。美味しいよな。スープに煮物に干し椎茸とか炊き込みご飯にしても美味しいの。食べたい。ティファの手料理どれが食べたい。簡単なスープ、炊き込みご飯、思い出の煮物、炊き込みご飯。炊き込みご飯、どういう料理なんだ。飯食いて。スープでご飯を炊くんだけど。まあいっか、食べたらわかると思う。きっとクラウドも気に入るよ。わー、ティファかわいい。毎日ゴンガだけの出汁でお料理か。贅沢な暮らしだね。ねえ、ミッドガルじゃ高級品って言ってたもんね。
あれエアリサじゃないあれ。あ、エアリスの本物。え、ちょっと待って、他のメンバー先にやっちゃった方がいいかこれ。え、メインストーリーになるもんね。あ、違う、え、ゴンガガ村、ここもメインストーリーになる。あ、そうだよね、そうだよね。じゃあちょっと他のメンバーやろう。エアリスちゃんと好感度上がるよね、選択肢あるよね。ちょっと心配になってくるこれ。ちょっと、あ、いた、バレット。いろいろ落ち着いたらよ、うん、こうして畑作って暮らしていくのも悪くねえかもしんねえな。マリンと一緒に畑仕事か。なーに植えてみっかな。黒味料か、あ、名産系バレットニのかぼちゃ。かぼちゃ、あんたにお似合いだ。怒られるかな。おい、ごめんごめんごめん。じゃがいもでもいい。でもいい。じゃねえ。じゃねえ。ああ、これはちょっと好感度上がらなかったね。この星にもまだ力は残ってる。俺たちで守ってやんなきゃな。はい。ミスったわこれ。うちの野菜、よかったら食べていく。モンスターよ。ああ、はいはい、チャドリー君がいて。シンロのゴンガ岳の栽培には。ユフィがどこだ。って知ってるか。たたた。シスネの絵。たった退屈だ。たいたユフィ。つまんない。かわいい。なんもない。ま待ってるいや待ってるよ。まあ。かわいいんだけど。たたたたた退屈だ。いい曲だな。いい曲だな。笑える。自分で作ったのか。クラウドセンスあるじゃん。そうだよ、作詞作曲ユピーちゃん。もう一曲あるけど聞く？もちろん。よーし、よーし。マママテリア。歌い始めた。かわいい。あ、ほんとだ、歌詞変わってる。てんこ盛り。ドキュー盛り。ドキュー。かわいい。あ、シスネの絵見てる。あ、なんかぬいぐるみ置いてある。これあれか、ゴンガ岳のぬいぐるみなのかな。これは、あ、ちょ休まない休まない休まない。そう、なるほどね。休んだら多分、あ、回復するだけかな。イベント進むってことはないか。あ、これ誰の武器。イーグルハンター。あ、ユフィじゃん。そっか、そうだよな、そうだよな、シスネも手裏剣使いだったもんな。あー、そうだった。で、それがユフィに引き継がれるんだな。やっついわマジ。え、ちょっと待って、装備ユフィ、イーグルハンター、よし、つけとこう。そう、じゃあエアリスのところ行くかね。いや、ここなんですけど、メインストーリー、ここ多分ザックスの実家かなって思ったり。入りますね。あ、クラウド。おや、お連れさんかい。どうぞ。ん、その目はもしやソルジャーかね。え、うちの子を知らないかい。ああ、ザックス。ザックス、大丈夫かい。ああ、誰だって。ザックス、ザックスウェアだよ。
ザックス。いや、知らない。生意気なこと言って飛び出したきりでね。最初のうちは手紙をよこしたが、あなたが来た時もてっきり手紙にあったガールフレンドかと思ったの。しつこく聞いてごめんなさいね。ザックス、ガールフレンド大勢いると思います。楽しくやってるならいいんだけど、頼りがないのはなんとやらっていうしね、うん、そうですよね。もしも息子に会ったら連絡だけでもするように伝えてくれんか。もちろんです。仲良し夫婦や、ザックスのお父さんとお母さん。失礼しよっか。もう行くのかい？何にもなくてごめんね。いいえ、私も突然来ちゃって。何も何も。さあ。ザックスのお父さんとかさ、想像よりも若かったな。あの原作だとさ、なんかおじいさんおばあさんって書かれてたんだよね、確かね。だからさ、なんかもうちょっとご高齢なのかなって思ってたんですけども、普通にお父さんお母さん世代っぽくないって思ったんだけど。ミッドガルの人と聞くと、つい息子の知り合いかもと期待してしまって、ね、心配なるよ。ほんと、ここと違ってミッドガルは広いだろうに。なんかお父さん面影あるよな。なんかミッドガルの人と聞くと、似てる気がする。つい息子の知り、ここと違ってミッドガルは広いだろうに。お母さんとお話ししたい。また戦争が始まるなんて噂もあるんでしょ。ザックスも忙しくなるのかね。なるのかね。あ、でエアリスか。クラウド、私何してるんだろう。ザックスの話したよね。ほら、好きだったとかそういう話。ああ、ここふるさとだって聞いたことあって、ちょっと似てるかもって声をかけたらお父さんだったの。ご両親の気持ち何にも考えてなかった。お家にまで上がり込んで寂しい思いさせて。嬉しそうだったよ。二人とも嬉しそうに見えたけどな。ありがとう、優しいね。そいつのことまだ好きなのか。なんというまっすぐな質問。そうだね、嫌いになる理由ないもの。あ、ディバ、どうだった？何にも連絡もないって。そう。エアリスを放っておくなんてどうかしてるな、そいつ。尊い。ソルジャーなんだよな。それなら可能性としてもう死ぬ。クラウド、悪い、少し休む。
クラウドね、ザックスのこと全然知らないみたい。あーティファー、優しいなーティファーは。とにかく休もうね、ちょっとさ、原作にあったさ、なんかし、なんだっけ、あのクラウドがちょっと嫉妬するシーンあるやん。それちょっと欲しかったんだけど。ちょっとあれ、エナリス好感度上がってないんだけど。あ、でも上がったか。上がってるわ。あ、上がってる上がってる。でもなんかランク変わるぐらいまでは上がんなかったって感じか。いや、じゃあもうクラウドお前さ、もうそいつほっといて俺選べぐらい言えよ、ほんと。あー、好き、やっぱこの二人。ゆっくり休んで。ゆっくり休んで。あ、でもそうなんだよな。まあでもエアリスがさ、どういう方向でザックスのことを好きかっていうのは、気になるところではあるけれども、私の中ではね、ちゃんと原作もクライシスコアもプレイした上での私の中の見解は、ザックスは確かにエアリスの中では大切な人だけれども、ちゃんとエアリスはクラウドを見て、クラウドのことを好きになってると私は思いますよ、ほんと。ザックスがダメだったからクラウドに行くとかそういうことをするキャラではないので、エアリスはね。そう、原作でさ、なんか本当のあなたに会いたいみたいなこと言ってるやん。それもさ、このね、今、クラウドを、の本当の人格ではないんだけど、やはりさ、本当のクラウドはまだ出てきてない、まあ、どこかにいるっていうのを見越した上での発言だったと思うから、原作のね。まあ、それがちょっとね、リバースで見れるかどうかちょっと期待したいけどね。私、ゴンドラのシーンめっちゃ好きだから、クラウドとエアリスのね。だから、まあ、何章で見れるんだろうね。ちょっとそこが気になるところではありますが、はい。私やっぱりなんかザックスとの交流を経てからのクラウドとエアリスのペアというかカップルの推しなので、私はね、はい、同じような人いてくれたら嬉しいなと思います。じゃあ今回ここまでにしようかな。お疲れ様でした。